食料はなしか。一晩分くらいは欲しかったとこだけど。ウサト君、そんなに危険な森なら一刻も早く出ることを考えた方がいいんじゃないのかい？時期暗くなりますし、天気も崩れそうですから、今日は安全なところで野営して、明日の朝動きましょう。それもそうか。でも安全なところって？僕は木の上で寝泊まりしてましたけど、先輩できそうですか？木登りなんてしたことないよ。してみたかったけど、させてもらえなかったから。先輩ってもしかしていいとこのお嬢様だったりするのかな。まあ十分あり得るけど。じゃああそこにしましょう。雨が降ってもしのげますし、下手に森に入るよりいいかなって。確かにそうだね。じゃあ先輩はとりあえず服を着替えたらどうですか？うん、そうさせてもらうよ。覗かないで欲しいの？あ？その反応は傷つくな。ウサト君、いいかい？はい、いつでもビリッと言っちゃってください。ビリってなんだか釈然としないけど、行くよ。おお、すごいすごい。今日の晩御飯が取れましたよ先輩。じゃあ次はあれお願いします。任せなさい。おお、ひだ。いや、ほんと先輩がいてくれてよかったです。そんな泣きながら絶賛しなくても。あったかい木って本当に素晴らしいな。ああ、すみません先輩、気を使わせちゃって。いや別にお構いなく。なんだか前見た時よりも。え、何ですか？なんでもない。あ、ベノムモンキー。知っているのかい？本で見ただけで、僕も実物を見るのは初めてです。こっちに来るぞ。そう凶暴ではないはずですけど、毒を持ってるから触っちゃダメですよ。ほら、怖くない？何やってるんですか？毒あるんですよ。たとえ毒に侵されようとも、それはこの子の可愛さという毒がにかかった私への罰だ。ほらね、怖くない。言わんこっちゃない。